J1 第31節、湘南1の西大阪、9月22日、レモンガススタジアム湘南リーグ戦は9試合ぶりの勝利だ。セレッソ大阪は9月22日、J1 第31節で湘南ベルマーレと敵地で対戦し、2対1で勝利を飾った。序盤から湘南の強度の高い守備に苦しみ、12分に先制点を許した C 大阪だが、21分に同点に追いつく。 右サイドからドリブルでボックス内に侵入したルーカス・フェルナンデスからのパスを中央にいたレオ・セアラが冷静に押し込んだ C 大阪はその3分後逆転に成功する田中俊太の自陣からのロングフィードに抜け出したエル・セアラが胸トラップして相手 DF の前に出るとそのまま GK をかわしてネットを揺らした後半後世に出た湘南に押し込まれる時間が続いた C 大阪は 65分に進藤良介を投入して4バックから5バックにシステムを変更するも、流れは変わらない。それでも守備陣を中心に体を張ってゴールを死守し,し、なんとかリードを守り切った。試合後、小木久昭雄監督は少し安堵した表情で試合を振り返った。今日は苦しい時間が続きましたけど、選手たちは毎日のトレーニングを精一杯やってくれました。その選手たちの頑張りと、 ホームでもアウェイでも私たちを支えてくれるセレッソファミリーの強い後押しのおかげで勝利できました。C 大阪はリーグ戦で8試合勝利なしの状況だっただけに、どうしても掴みたかった勝ち点3である。湘南戦を踏まえて守備面を徹底的に準備してきたという指揮官は、勝利できた要因を次のように語った。もちろん良い内容で勝ち点3を取れるのが一番良いですが、とにかく勝利にこだわって、 強い気持ちで臨みました。苦しい時間帯が続いた中で、そこでチームが折れずに戦えたこと。それが一番の勝利の要因だと思います。一方で、今後の課題も口にする。あれだけボールを握られたら、どうしてもラインが深くなってしまう。今日の反省としては、守備で頑張って奪ったボールを自分たちでコントロールできなかったこと。 自分たちでゲームをコントロールする時間帯があれば楽になるので攻撃のところも共有していきたい。